ウスマーンシャフォンは現在はタシュケントに保管されている。ウスマーンシャフォンは8世紀に現代のイラク地域においてクーフィー体で制作されたクルアーアンの写本である。2013年現在はウズベキスタンに保管されておりタシュケントのハスとイマーム図書館に収蔵されている。現地のウズベク人ムスリムの間では第3代政党カリフウスマーンイブンアファーンの番であり、 世界最古のクルアーンであると信じられている。クルアーンの写本は伝統的に第三大政党カリフのウスマーンにより制作された写本群の一つと考えられてきた。しかし、この貢献に関しては証拠となる物品が出土しないため疑問符が付けられている。イスラム教の預言者、ムハンマドの死後19年が経過した651年、ウスマーンは クルアーンの文章の標準写本を生産するよう依頼した。これら原本となる5つの写本は当時代都市であったムスリムが多く住む都市へと送付され、ウスマーンはその1つを自身が使用するためマディーナに置いた。現存するもう1つの写本は現在トルコのトップカップ宮殿に置かれている。ウスマーンの後継者にはアリー・イブン・アビー・ターリブが就任し、 ウスマンマンクルアーンをクーファイと持ち運んだ。以下のクルアーンの歴史は、伝説からのみ推定される出来事である。伝説によれば、ティムールがクーファイ体へと進行した際に、ティムールはクルアーンを、当時の首都サマルカンドに宝物として持ち帰った。また、他の伝説によれば、クルアーンは、トゥルク人の大スーフィーであったホジャアフラールが、カリフの治療を行った例として、 写本を授かり、サマルカンドへと持ち込んだとされている。ただ、この写本が、ウスマーンバンの原本であるかどうかは科学者の間でも、見解が分かれている。クルアーンの写本は1869年まで4世紀に、渡り、サマルカンドにある宝舎アフラールモスクで保管されていたが、ロシア帝国の将軍、アブラモフが、モスクのムーッターから購入して、 トルキスタン総督府の総督カウフマンへと献上され、その後クルアーンはサンクトペテルブルクの帝国図書館へと収蔵された。この写本は東洋学者から大きな関心を集め、1905年にサンクトペテルブルクにおいて復刻版が出版されることとなったが、これも50版のみのコピーでありすぐに貴重なものとなった。全文章が現存している。 最初のコピーの記述と日付は1891年にロシアの東洋学者シャビューニンにより制作されたものである。ウスマーン版、クルアーン、7章、86、87節ロシア革命後、ウラジーミル・レーニンはロシアのムスリムに対し善意を持って接し、クルアーンをバシコルトスタン共和国のウーファの人々に与えた。ソビエト連邦の 反イスラーム政策の強化に伴い、写本は多種県との歴史博物館に移される。1989年3月にソビエト政府は反イスラーム政策の放棄を表明し、写本がムスリム州務局に返還された。この写本は、ウスマン版のクルアンが編纂されたと考えられる。年代から150年以内に作成されたものではなく、 最も古い時代でも8世紀末から9世紀初頭に成立してクーフィー一体で記されたものであると考えられている。ムスリムの中には、ウスマーンの編纂書はウズベキスタンのタュケントの図書館に収蔵されている。写本とトルコのイスタンブールにあるトップカップ写本の二つがある。もしくはウスマーン版、クルアーアンの原本のコピーであると主張するものもいる。写本にある赤い染みは、 ウスマーンが殺害された際の結婚であると考える者も少数ながらいる。クルアーン学者のマーティン・リングスやヤシン・ハミット・ソフディによると、この主張の欠点はこれらの文章はクーフィー一体で書かれているため、8世紀後半に制作されたと推定されないことである。1972年にサナーの大モスクの屋根裏部屋から発見されたいくつかの写本の他には、 紀元後8世紀最初の四半世紀以前の作と考えられるクルアーン写本の断片が見つかっていないことは問題である。ムハンマドの死と現在見つかっている最古の年代のクルアーンの間には150年間の隔絶があり、うまいさ以前にクルアーンの文章が改変されたり変更された可能性が指摘されている。皮紙で制作された写本は2013年現在、 10世紀の、ウラマーであるキャファルシャシュの墓にほど近いフルハスと、イマーム地域にあるタライアシェイックモスクの図書館に、収蔵されている。写本は、不完全であり、残存しているのは、クルアン全体の3分の1のみである。残存部は、スーラ第2章の7区半ばから始まり、スーラ43章10区において途切れている。写本は1ページに8から12行で構成されており、 古代の書き物であるためシャクルのような発音記号は付されていない。ありがとうございます。